ヘアサロンでフォーエバールークスの斉藤です。よろしくお願いします。今日は、カットそのセニングの時に、左手をみんなどうしてるかっていうのをちょっとこう、思い出してもらえればなと思って、そういう回にしました。なんでかっていうと、結構みんな、セニングでこう髪をすいていくと思うんですけど、なんか多分乗ってる時、多分こうバーってこうすいて乗ってる時ほど、意外とこの左手をなんか下ろして切ってる人結構いると思うんですよね。自分ではもしかしたら気づいてないのかもしれないですけど、こうじゃなくてもうなんかこういう感じで、ロングだとあんまないかもしれないですけど、ショートとかだと本当になんかこういう感じでやってて、左手どうしたみたいな感じになってたりすると思うんで、でもこれって多分デビューする前にその鏡に映ってる自分の姿を意識してカットしろって多分教えてもらってると思うんですけど、それをまた忘れちゃってると思うんですよね。なんでだからこういう感じになってるのか、こうなってるのか多分わかんないですけど、多分無意識にこっちをなんか使わないでこういう感じでやってるんだと思います。でもこれって、絶対鏡にこう映ってこのなんかこうだらしない感じ、見えてると思うんで、絶対に多分直した方が、リピート率、変わると思うんですよね。なのでやっぱり、しっかりこう、丁寧に左手ちゃんとこう添えて、切ってあげたりとかしないと、なんかもうこの美容師さんすごいなんだらしないというか、でやっぱりその丁寧じゃないって、見られると思うんで、今一度やっぱりこの、左手、特にセニング使うとき、どうしてるかっていうのを、もう一度見直してもらえればなと思います。で次は、お客様に見せる鏡、それ、ちゃんと綺麗にしてるか、あとはその鏡の見せ方で、髪がこう、艶っぽく見える、角度とかすごい細かいですけど、そういうのもあったりするので、次の動画はその話をしていきたいと思います。今回もありがとうございました。